かや,かや家旧皇族旧宮家とは旧皇族の十一三宅は全て室町時代以来続く世襲親王家の筆頭であった伏見宮家の男系子孫にあたる明治天皇の御子である4人の内親王が武田の宮北白川の宮朝霞の宮東国の宮の各家に昭和天皇の御子重子内親王が東国の三宅にそれぞれ嫁いでいるため 現皇室とも隕石関係が深い。茅の宮茅の宮は明治中期に国の宮朝彦親王の第二王子国の領が、父宮がかつて称していた宮号を受け継いで新しく創設した宮家である。茅の宮の宮号は朝彦親王の宮邸の家や家屋の老木に由来するという。宮邸は京都と東京にあり、京都邸跡地は。 三十三元堂の隣で現在ホテルとなっており塀のみ現存東京邸は千鳥が淵にあって空襲で焼失現在千鳥が淵戦没者墓苑東京都千代田区三番町となっている荻窪妻などに別邸があった茅宮国の利用茅宮国の利用1867年7月2日慶応3年6月1日 1909年、明治42年、12月8日は、日本の皇族、伊勢神宮祭主。第125代金城天皇の王子にあたる。生涯。国宮朝彦神皇の第二王子で、母は家女房、千手い静江。1886年、明治19年、7月21日に国のりと改名する。王は第二王子であるが、兄王は、 生後間もなく皇居しているため実質長男であり、国の宮の啓示であったが、生来、病心のため、弟の国吉王に家督を譲った。1891年、明治24年、父の朝彦親王が皇居。これを受けて、国吉王は国の宮を継承。国の利王は、結婚を控え、京都に一家を構えるにあたり、新たな三宅設立を明治天皇に請願し直行へ。 1892年、明治25年、11月17日、結婚に先立ち、茅の宮の称号を賜る。また、江戸期に、新納号を一時剥奪されるまで、父の朝彦新納が称していた宮号でもある。翌日の11月26日、11位皇爵大吾忠頼の長女大吾義子と結婚する。義子人の間には、由紀子王女、常則王、 佐紀子女王という一男二女を設ける1909年明治42年12月長距官省のため42歳で皇居する国の利用の第一条由紀子女王町尻和弘子爵の子町尻和元夫人国の利用の第一条茅野宮常則王1900年明治33年1月27日 1978年、昭和53年、1月3日は、日本の元皇族、陸軍軍人である。神宮祭主、茅宮国紀王第一王子。木崎は、九条道真、皇爵の御と敏子。王は、軍人として、陸軍中将に上り、東京、名古屋の各部隊の師団長や、陸軍大学校長などを歴任し、早くから、大戦終結の正談を昭和天皇に求めた。 また、終戦が決まると、皇族の親戚降下も出張した。1947年、昭和22年、10月14日、親戚降下し、その3日後には区役所にて住民手続きし、かやつね乗りとなる。親戚降下直後に公職追放となる、1952年解除。平民的な宮様として国民に慕われ、生活ぶりは質素であった。他方、野球の宮様とも称され、 1934年、昭和9年には、アメリカ・ニューヨーク、ヤンキー・スタジアムで、試合を観戦した。終戦後、三浦所長を務めた後、日清生命社誘拐会,会長などの公職を歴任した。王の邸宅は、かつて、官院宮崎人親新や国の国によ王が居住していたが、後に千鳥が淵戦没者墓縁となった。年子妃の間には、国長王、三千子王女、 春の利用、秋の利用、文の利用、宗の利用、竹の,の利用という六男一条を設ける。国の利用の第二条、佐咲子女王。1922年大正11年7月19日に山下の宮武彦王と結婚し、後に解任。しかし、翌年9月1日に起こった関東大震災で、滞在中だった神奈川県鎌倉市の由比浜別邸が崩壊し公共。 去年20歳。常則王の第一王。国長王。1922年、大正11年、4月21日。1986年、昭和61年、4月16日。は、日本の元皇族。陸軍軍人。茅野宮常則王の第一王子。1946年に、京都大学経済学部に入学。大学在学中。 1947年10月14日、11三宅の鉱石離脱が行われ、茅国長、や国長となり、公職追放となる。1950年に京都大学経済学部卒業。東京銀行や日本国土開発などへの勤務を経て、後に、歌謡会、歌謡会を主催、茅政治経済研究所を設立し、所長となった。また、第8回参議院議員通常選挙。 1968年7月7日投票に全国区から立候補したが落選した。1986年昭和61年4月16日、新近拘束のため旅行中の台湾で隠し。去年63歳。こちらは別の動画をご覧ください。国長王は3回離婚を経験したが、ご子息はなし。常の利王の第一条、未知公王女。 離婚の第1号は、茅野宮常紀王の長女として生まれた美智子さんであった。おせっけに継ぐ名門、旧聖画家の一つ、徳大寺公爵家の次男成定氏に嫁いだが、1年にもならないで離婚している。理由については、成定氏が病心だったからとか、公爵の次男ゆえ公爵夫人になれないからとか、田中男爵家の義人少佐を忘れられなかったから、などと言われるが真相はつかみにくい。いずれにせよ、 この離婚は、美智子さんからイニシアチブを取ったという点で画期的だった。夫から、妻に離縁状を出すことはあっても、妻からというのは、ごくまれだった。常範王の第二王、春範王、春範王、1926年7月3日、2011年6月5日は、日本の旧皇族、外交官。茅野宮常範王の第二王子。 1947年10月14日、11三宅の功績離脱が行われた際、王も功績を離脱、や、のかや、はるのりとなる。その後、1950年東京大学法学部を卒業、外務省に入省。ジュネーブ国際機関日本政府代表部講師、外務省経済局次長、領事重部長を経て、 1979年から1981年まで国連局長。1981年在イスラエル特命全権大使。1983年在デンマーク特命全権大使。1987年外務省研修所長。1989年ブラジル特命全権大使。財団法人交流協会顧問と要職を歴任した。1970年代後半の国会議事において、複数回。 政府委員として答弁を行った記録が国会会議録に残されている。昭和天皇は、その存在を気にかけていたようであり、天皇が、茅はどうしているかと、安倍晋太郎外相に同行を尋ねたといった逸話も残っている。侍従長入江助政は、日記の中で、皇族、旧、旧皇族のうちの、まさにピカイチ。こんな方が、もう少しいてくだされば。と書いている。 1996年、君に当局日重交渉。1996年からは、憩いの冤罪日協力会会長を務め、学習院の同窓会を誘拐の会長、第五代、も務めた。2011年、6月5日、老衰のため、東京都稲城市の病院で死去。去年84歳。ご子息はなし。常則王の第三王、秋則王、秋則王、 昭和4年、1929年、8月17日、平成6年、1994年、11月4日は日本の旧皇族。茅野宮常則王の第三王子。1947年、昭和22年、10月14日、11宮家の皇籍離脱が行われた際、王も皇籍を離脱、茅野明則となる。学習院大学卒業後、 旧第一官業銀行に勤務した1994年平成6年11月4日心不全のため東京都多摩市内の病院で死去去年65歳ご子息は長女の秋子さんと長男の正則さん小右離脱後も皇室とのつながりは深く長男加谷正則は皇太子なる人親王の学友であった正則は 民間企業に勤務した後、宮内庁に入庁し、後、外務省に出向して、在デンマーク日本大使館一等書記官を務め、現在引き続き、外務省に出向中である。常則王の第四王、茅文範、茅文範は、日本の元皇族。茅谷宮常則王の第四王子。皇籍離脱前の名は、文範王、文範王。 1947年、昭和22年、10月14日、11三宅の空席離脱が行われた際、王も空席を離脱、かやふみのりとなる。学習院大学卒業後、高島屋に勤務した。ご子息はなし。常則王の第五王、かや、宗のり、かや、胸のり。1935年、昭和10年、11月24日は、日本の旧皇族。 宮常の,の第五王子右跡離脱前の名は宗則王宗則を追う1947年昭和22年10月14日11三宅の小右離脱が行われた際王も小右を離脱加谷宗則となる学習院大学卒業後味の素に勤務した同社の食の文化センター事務局長を歴任した 現在は、大日本野道連盟会長となり、後位称号の認定、授与の式典に積極的に参加している。会長殿下の通称がある。2005年、平成17年、10月16日、熱田神宮にて、日本古武道剣姉妹道奉納会を主催した。ご子息はなし。常則王の第六王、茅、竹範、茅、竹則は、日本の旧皇族。 茅や宮常や王の第六王子。皇籍離脱前の名は、竹則王、竹則王。う。1947年、昭和22年、10月14日、11三宅の皇籍離脱が行われた際、王も皇籍を離脱、茅や竹則となる。学習院大学卒業後、日本交通公社に勤務した。週刊読売、1988年、5月8日、15日号より、 春の春の氏は外交官。姉は、国際教育交流の担い手、お岩広宮様の語学友。親戚に野間一族、講談者も。皇室ウォッチャーの熱い視線。女性週刊誌が、証券を追ってイギリスへ行ったそうだ。そのうち自重になる話は本当らしい。1988年2月末、マスコミ関係者の間に、こんな情報が乱れ飛んだ。 証券とは、かの萩原健一のことではない。加谷正則加谷正則さんである。広宮様の語学友で、現在イギリスに留学中だ。ちょうど、その頃、広宮様は、28歳の誕生日会見で、おき選びの進展状況について、8合目と発言、にわかに、女性外交官、小和田雅子さんが、異中の人ではないかとクローズアップされた。 このお二人を引き合わせたのが、正則さん、というのがもっぱらの話である。だから、皇室ウォッチャーが必死に追い回すのだ。正則さんのおじで、かやけ当主の春則、春則さん、当時62、は語る。皇室関係のことは知らないという他ありません。正直言って本当に知らないのですよ。東京、大塚の外務省研修所所長室。 中国風の高層な建物の一室で出迎えた春則さんは身長が1メートル80を超すこちらも大人大人の趣。もき低音で柔和な声が響く正則は口の堅い子ですし身内の者が言うのもなんですがガラッとしたいい性格でハンサムだそれに世話好きでよく漢字役をしていた独立心もありましたね イギリスに行く際には、あちこちで送別会をやってもらった。正則さんは、1987年12月とえい、ロンドンから、汽車で2時間ばかり行ったバスというところの英語学校に学んでいる。春則さんの周囲が騒がしくなってきたのは、正則さんの件ばかりでない。前出の大和田さんを叱り、大和田さんの父で、OECD 特命全権大使の久さんは後輩だし、 大和田さんは教え子である。1987年1月に所長に就任した春典さんは、認知人国に学べ、歯を食いしばってでも学んでこい。と、毎年入所してくる60人余りの外交官の卵たちに激を引っ張す。今年は、その中に、大和田さんもいた。真の国際人になるためには、まず、母国のことを知らなくてはならないということで、3月中旬、 所長以下、みんなで、京都、奈良へ旅立った。新刊とした古刹での座禅。所長自ら、共作、共作を受けた。夜は親睦会。アトラクションの出し物が、外国語寸劇というのも外務省らしい。今の若い人に思うことは、感受性が優れているということです。が、その反面、感受したものを外部へ表明、展開する点で、 もう少し積極性が欲しいですね。もっと自己検事してもいい。先輩外交官としての注文である。小和田さんについて水を向けると、特定の研修生についてはと、やんまり制された。人類愛が蚊けの家訓。春典さんは、昭和25年に東大法学部を卒業、100倍の狭き門をくぐって外務省入りし、旧三宅出身では、ただ、一人の外交官となった。 経済局次長、領事移住部長、国際連合局長、イスラエル大使、デンマーク大使などを経て現職。領事移住部長に、就任直後の昭和52年9月、日本赤軍による日航機乗っ取り、事件が発生した。人命救助が至上命令ですからね。随分と寝ずに勤務しました。今も世界中を騒がせているハイジャックや日本赤軍。そのニュースが流れるたびに、 晴則さんの苦い経験が蘇ってくるもちろん、感激もあった。国連局長時代の昭和55年秋。我が国が圧倒的多数で安保理非常任理事国に当選した瞬間だ。あれもかなり苦労しましたからね。選挙に勝つということは大変なことですよ。選挙といえば、2年前に台湾で隠しした兄の国長、国長さんは、生前、 果敢に選挙に挑戦した。昭和43年の参院選に出馬するも惨敗。しかし、気落ちすることもなく、選挙は最高の道楽なんだなぁ、と、昭和46年の参院選も狙った。兄の社交性、積極性を示すものでした。普通は、安きを求めるものなのに、有猛心があると思いました。と振り返る。兄や親への思いやりは、 決して嫌味に聞こえない家族愛、いや、ちょっとオーバーに言えば、人類愛はかやけの、家訓んなのである。父は、よく子供たちに言いました。人を大事にしなくちゃいけないと。事実、道路工事の人たちにも、丁寧にお辞儀をしていました。父のかやつめのり、常塗りようは、戦後、東国の宮なる彦、飛彦王とともに、皇族の功績効果を強く主張した。 東京大空襲の直後、昭和20年3月12日には、天皇陛下に拝越し、聖壇を求めたことでも知られている。茅野宮は常の、常則、り、常則りの父、国塗り王が初代で、明治33年に創立された。国塗り王は、幕末維新の欠物、国の宮智彦新王の長男で、弟には、小順皇后の父、国の宮国寄王をはじめ、長男で、 本宮森政王国宮高尾浅香の宮康彦王東国の宮成彦王と各三宅の当主がずらりと居並んでいる国範国範王の妻吉子さんは名門政家の一つ大御家の出身常範王の妻敏子さんは八十四は御折家の九条家ので叔母には定明皇后大正天皇妃さらにその叔母には 英皇后、皇明天皇妃がいる。つまり、常紀王は小順皇后様の、敏子さんは、昭和天皇の、それぞれいとこにあたる。敏子さんは、幼稚園の会長を務める傍ら、女子学習院の OG で組織する時和会の会長職もこなし、日々多忙である。常紀王が亡くなって、1988年でちょうど10年。そこで繰り上げて、 1987年11月に10年祭を行いました、春のりさん。また、1988年3月27日には、慶応プラザホテルで、内輪だけの忍ぶ会を催した。個人の慈愛あふれるエピソードに、思い出の花が咲いた。常のり用うの思いやりは、彼の老いたちに追うところが大きい。長女の道子さん、64、はしみじみと語る。父が、 10歳の時に祖父が死にましたね。祖母が一人で頑張りました。当時、祖父が伊勢神宮の採取をしていたので、一家は京都に住んでいましたが、よく祖母の温度で、近江の方へ春は花見、秋は摘草と出かけたそうです。使用人たちも全員連れて。こうした祖母の姿が、父の頭に焼き付いていたのでしょうね。東京へ移り、美智子さんらが生まれても、この慣習は続いた。 映画の会というものがありましてね。家で、冒険やオーケストラの少女なんかを上映しました。ピンポン大会や絵の展覧会も催し、当時三宅で働いていた約30人の人たちと楽しみました。野球も大好きで、庭に三角ベースを作り、お手伝いさんがたすきかけで走ったり、出入りの魚屋さんが長靴で走ったりして、大笑いしたものです。目を細めるみちこさん。 千鳥ヶ淵の御殿を戦没者墓に東京の御殿は、現在の千鳥ヶ淵戦没者墓苑の場所にあった。わずか30メートル離れたところに、後の終戦時の首相、鈴木貫太郎宅。2・2・6事件が発生した未明、門前で決起軍に出くわした茅野三宅の使用人は裸にされ、一日中、腰を抜かしていた、道子さん。当時、常塗りが姫路の連隊長だったため、 家族のほとんどはいなかったが、美智子さんは残り、女子学習院中期1年、今の小学5年に通っていた。兵隊は引き上げていたので、何も知らずに学校へ行くと、1週間の休みとなり、すぐに帰らされました。家の門には、近衛兵が立って警戒していましたが、紫外線が始まるというので、布団を2階に運んだのを覚えています。が、すぐに限界態勢は解けて、美智子さんは、 休みの間中、雪だるまを作って遊んだ。道子さんの2年後輩に、茂子茂子内親王、昭和36年死去がいた。昭和天皇の長女である。大変仲が良かった、道子さん。節句には、宮城に招待されたこともあった。かくれんぼなどして遊び、お寿司をご馳走になりました。小宇順小宇様も、洋服でお見えになりましてね。 低迷皇后との思い出も鮮明だ。青年に達していない皇族たちは、一月三日になると、揃ってご挨拶に伺いました。よく勉強をするように、のお言葉をかけられたものです。やがて、一家は終戦を迎える。五天は、丸焼け、皇籍も離脱。が、さほどのショックはなかったという。シンガポールが陥落して、国中がていたとき、すでに、 父は、これ以上戦うと負けると、話していました。また、皇族が亡くなるとも言いました、みちこさん。終戦の時は19歳でしたからね。順応性がありました、春典のりさん。春典のりさんは海兵75期生だが、入校時の校長は、あの最後の海軍大将井上成美である。井上校長には、特に、文学で勲闘を受けました。また、海軍将校たる者は、 ピアノ、英語、ビリヤード、テニス、乗馬、ヨットなど、広く、教養を身につけなければならないと言われたけど、英語を除いて、どれもものにならなかったなあ。三宅の敷地は、戦後、国有地となったが、しばらくして、払い下げの話が持ち込まれた。常の利用はガンとして拒み、国に対し要望を出した。できれば、戦没者のための墓縁にしてほしい。 この願いは達せられたということは火焼けの住居がなくなることになる一家は常利王の知人である広池千九郎博士の縁故で千葉柏に身を寄せた道徳科学を標榜する広池学園内の一角である今も敏子さんがここで暮らし系列の幼稚園の会長をしている終戦時にこんな秘話があった マッカーサー総司令官の片腕、ウィロビー少将が、何度も、かやけに連絡を取ってきたのだ。実は、戦前、両親がアメリカ旅行した際、国賓待遇としてアメリカ中をエスコートしてくれたのが、当時、少佐か中佐だったウィロビーさんでした。小羽鼠美智子さん自身も、3回会っている少将は、かやけに生活面でお世話したいと、申し出たに違いないが、常の利用は断ったらしい。外国に、 正しい日本を紹介。みちこさんは現在、国際教育情報センター常務理事。世界中の教科書、百科事典で紹介されている間違った日本像を訂正するのが主な仕事だ。世界でも珍しいこの財団法人は、各国から信頼を集め、今では、国際文化交流の推進役を担うほどになっている。が、その始まりは、みちこさんだ 同年配の女性6人がこまごまと手がけたものだった。昭和32年暮れ、美智子さんは神奈川県大磯の吉田茂邸の門を叩いた。吉田さんはフェミニストなので、1時間半もじっくりと私の話を聞いてくれました。そして、これからの日本は、経済ばかりか、文化、教育で国際交流する時が来るでしょう。先見の命があります。 ぜひやりなさいと言ってくれましたさすがに大採賞だと思いましたね。そして昭和33年4月9日外務省所管の財団法人として設立された全世界から取り寄せる教科書百科事典は年2万冊以上それを専門委員50人がチェックする同センターの活動に賛同し 無償同然で奉仕する我が国各界の第一人者である。芸者、富士、桜、人力車の挿絵など、まだいい方。以前、イタリアの中学生の教科書に、日本人女性の8割は入れ墨をしていると記されていた。権威あるブリタニカ百科事典でさえも、日本人が寝る箱枕を使用しているという記述があった。今では アメリカのフィデラー社や東ドイツのマイヤー社などからゲラを送ってくるようになりました。外国の教科書は、開版に5、6年、百科事典で10年はかかりますから、こちらからは決して強要しません。内政干渉になりますから、開版の時は直していただくと幸いですと、お願いするのです。イベントにも取り組んでいる。昭和61年10年月には、 中国の北京で日本教育展を開催し、成功を収めた。美智子さんは、昭和59年にも訪中したが、戦後、元皇族では初めてだった。出迎えてくれた関係者は、全員、美智子さんが、かつて宮様であったことを知っていた。しかし、それとは、無関係に、手厚くもてなしてくれました、美智子さん。この時は、中国各地を回り、 先日起きた上海郊外の列車事故の現場も通った。高知の中学生の多数の死に、美智子さんも胸を痛める。外国の青年が日本について正しい知識を持ってもらいたい。と同時に、日本の若者には日本についてきちんと理解してほしい。その意味で、今春。 皇太子殿下、1988年当時の一人娘、範宮さまが、学習院大、国文化に入学したことを、道子さんは嬉しく思った。大きな心配事は後継ぎ問題。道子さんがセンターの職員は、1988年4月9日、創立30周年をささやかに祝った。会場は、目白にある講談社の正宴。この場所には意味があった。 旧三宅と現代の企業との刑罰的なつながりは意外に少ないが、かやけには間接的ながらそれがある。講談社、キング・レコードのいわゆる音羽グループである。講談社といえば、1987年6月、野間惚道社長が49歳の若さで急死。夫人の佐和子さんが新社長に就任して話題を呼んだ。その佐和子さんの祖母、ゆき子さんは常則王の姉で、 茅野宮家から、旧死者区の町尻家に嫁いだ人。ゆき子さんは、一人娘の時子さんを、講談社の創業者、野間清次氏の長男に嫁がせた。しかし、新婚間もなく夫は病死。後継者に悩んだ野間家は、親戚の高木家から養子を迎え、未亡人の時子さんと結婚させた。この二度目の夫が、講談社の戦後の流星を築いた野間昭一氏である。戦前、 創業社長の死去の際には、茅野三宅の吉子王妃自身が弔問に訪れ、他の三宅では、官員の宮、国の三宅から弔問の死者が送られた。出版社の経営者一族が、三宅と縁のある家族と繋がった例は珍しい。戦前の講談社は、大日本郵便会講談社という社名で、出版報告を掲げていた。社長の自宅には、 統合原水から贈られた掛け軸が飾られていたほどで、軍人でもあった町尻家との結びつきも納得がいく。ちなみに、1987年亡くなった野間れ道氏は、終戦時の陸軍大臣、これち親の五男である。しかし、こうした火焼けにも、大きな心配事がある。後継ぎの問題だ。春則さんらの兄弟は、他に、第一官銀勤務の三男、秋則さん、58、 高島屋勤務の四男、文則さん、五十六、味の素勤務の五男、宗則さん、五十二、日本交通公社勤務の六男、武則さん、四十五と、多数いるが、その子たちとなると、冒頭に登場した、秋則さんの子供である正則さんと、その姉の秋子さんだけ。二人は秋則さんの子で、男子は、正則さん、たった一人ということになる。火 正サに継いでもらうことになるでしょう、春ルさん。宮郷は、茅野の大木にあやかったという茅家。若木がしっかりと根付くことを春ルさんらは、願っている。秋ノさんの長男、茅野正則さん。皇太子と同級生である。茅野正則氏は、卒業後、民間企業を経て、宮内庁に入り、現在は外務省に出向し、デンマークの日本大使館に駐在している。 谷氏は皇太子の親友で、美智子皇后の信頼も非常に厚い。宮内庁に入ったのも、将来の自重の含みがあるのでしょう。外務省から、欧州の王室のある国に出ているのも、王室外交を勉強させるためだと聞いています。宮内庁担当記者。谷正則さんには、愛子さま世代の長男、次男がいらっしゃる。週刊新潮の記事について、谷家の二人の少年については、 その父親、加谷正則氏が、こう答えている。加谷家は、巫女をお迎えしておらず、また、すでに当主なく、私も、菊江親睦会のメンバーではありません。縁談などとは、立場が違いすぎ、恐れ多いことです。息子たちは PS、PSP で遊ぶ、普通の男の子です。巫女様へのお婿入りなど考えること自体、失礼と思います。